サドゥーナーガ。サドゥーとは、サンスクリット語、もしくは、パーリ語で、ヒンドゥー教における、ヨーガの実践者や放浪する修行者の総称。日本語では、行者、修行像などの訳語が当てられてきた。現在、インド全域とネパールに、400万人から500万人のサドゥーがいるという。サドゥーは、あらゆる物質的、世俗的所有を放棄し、肉体に、 様々な苦行を課すことや、瞑想によりヒンドゥ教における第四かつ最終的な、下脱を得ることを、人生の目標としている。服を着る場合は、属性を放棄したことを示す、枯葉色の衣服を身につけて、樹脂を首に巻く。ナーガと呼ばれるサドゥは衣服さえ放棄し、ふんどし一枚切りか、あるいは全裸で生活し、髪を切らず髭も剃らず、聖なる灰を体に塗っている。 サドゥの名前は十種類しかない。サドゥは入門時に俗名を捨て、十種の名前のうち一つを与えられて以後それを名乗る。サドゥ社会には、8世紀に遡る二つの主要な宗派が存在する。第一は、柴神を主神とするシャイバ派。第二は、ビシュヌ人と、ラーマやクリシュナを含むその化身を報じるビシュナバ派である。これらの他に、 尺手紙を主神とする宗派などの小宗派もあり、また体操派も内部で競技の解釈や伝統をめぐり分派している。サドゥが額に描いているマークは所属する宗派を示す。サドゥはヒンドゥ教で独特で重要な地位を占めている。サドゥは供養により人々のカルマを打ち破るとされているため、今なお呪術や魔法を信じる人が少なくない、インド社会で聖者として、 一定の尊敬を受ける存在である。また恐れられる場合もあるが、これは彼らを礼遇したものには、呪術で報復することがあると思われているためである。一般のインド人の間では損傷である、ババと呼ばれる場合が多い。また敬意を示す、G という設備語がつく場合もある。ただし、サドゥへの崇拝は、必ずしも絶対的なものではなく、特に都市部では、 いかがわシゲの目で見られることも多い。観光地では修行とは関係なく、単にサドゥの服を着て、外国人観光客に有料で写真を撮らせたり、王兵に記者を強要することで生活している観光サドゥも多い。インドではサドゥは法的に死亡者とみなされる。入門時に自身の葬儀を行う者もいる。 三年ごとに、ガンジスカ畔の四箇所の聖地のうちいずれか一つで、インドのすべての地域のサドゥが集まる、クンブメーラと呼ばれる、サドゥの大集会が開催される。クンブメーラは、毎回数千万人が参加する、世界でも最大級の祭典である。数百万人の聖者の行進は壮観で、近年は日本からの観光ツアーも企画されている。サドゥは、クンブメーラに参加するため、 二等列車に無料で便乗することが一般に黙認されている。サルーは決まった住所を持たず、各地のヒンドゥー人をはじめ、街角や河川敷、村外れや森の中など、あらゆる場所に用を結んだり野宿したりしながら、様々な宗教的実践を行って毎日を過ごす。瞑想を行う者から、極端な禁欲や苦行を自らに課す者も,も多い。断食や、 わずかなバナナだけで山中にこもる。数十年も片手を高く上げ続ける。何年も片足立ちを続ける。転がりながらインド大陸を横断する。柱の上で生活するなど、サドゥの苦行には決まった形式がない。また宗教的瞑想のため、ハッシュを吸引する習慣を持つ者も,も少なくない。サドゥのほとんどは民衆からの記者により生活の糧を得ているが、多くのサドゥが、 貧困と飢餓に苦しんでいる。サドゥーは、呪術医となったり、村や町の聖者として、各種のお祓いや祈祷、結婚式で、新郎新婦を祝福するなどして、収入を得る場合もある。家庭内での揉め事や、悩み事の相談に応じる者もいる。サドゥーになるための手続きと儀式は宗派により異なる。大半の宗派では、サドゥーになるためにはグルに、弟子入りする必要がある。 サドゥーの資格を得るまでには、同志の下で数年間、無償でした働きに従事しなくてはならない。その後、訓部名らの承認式に参加して、正規のサドゥーの資格が与えられる。死亡者は10代後半か20代の若年者が多いが、相婚のインドではすでに家庭を持つ者も,も少なくないため、家族は捨てることになる。家庭内の不和や、経済的事情から逃れるため、 サドゥーを死亡する者も,も少なくない。ありがとうございます。